衆議院議員の原口和郎です。朝のご挨拶 B です。桜吹雪の中でですね、日本の再興を誓います。明るく暖かい日本を作るためにはですね、何としても財政を変えて、経済政策を変えて、そして立場の弱い苦しんでる方々をまず第一に考えると、これは当たり前の話ですね。それができないというのは絶対にありえません。桜がひらひらと、もうこれで葉桜になりますね。風が吹いてきて桜が舞い散ってます。もう同時にですね、北海の庭はツツジがこうやって都道府県の木ということで各県、これ福岡県ですね、椿が長崎県、佐賀県はクスノキですね、私が名前をつけた十一郎さんですね。十一郎、元気でやったですか。やっぱり太郎さんに比べるとぐんとちっちゃいですね。こうやって今日はですね、この後立憲民主党の代議士会、まあ、そこで、国対委員長と代行ということで話をいたします。そして本会議ですね、武田総務大臣の不信任案、趣旨説明、そして賛成討論、反対討論あって採決ということです。やっぱりね、国会で答弁拒否しちゃいけませんよ。答弁拒否していかん、そして正直に言わんといかん。アメリカからもですね、いろんな話が来ています。日米首脳会談でもう何をサインさせられるかということも伝わってきました。いやー、本当に何ていうかな、負けちゃいかんですね。負けちゃいかん。おはようございます。国会の見学ですね。衆議院の解散、そうですね、このデジタル法案の出来の悪さ、それからそこへのもう何て言うか力の入らなさ考えると、ちょっとこれ解散する感じでもないって言ってますけど、わからんですね。本当わからん。もうコロナ敗戦という状況をもう変えるためには、去年の今頃もずっとクライシスマネジメントチームということでお願いをしてましたけど、結局できない。で、チームできたものももう解散になって、ちょっとこれ本当に雄一郎くんの顔が浮かびます。私の知り合いもコロナで亡くなりました。本当に悔しいし、頑張らないがたなんて思いますね。昨日信濃毎日新聞の投票先の比例投票先の結果が永田町ではもう衝撃を持って、
受け止められてました。立憲民主党が34、自民党さんが29、公明党さんが5ですか、共産党さんが10です。そういう状況ですね。これ長野はもともと旗王国ですけど、それでも民主党で受かった人が自民党行ったり、いろいろ厳しい状況でしたけど、これを全部にですね、全選挙区に及ぼしたいですね。でそのためには A でも申し上げましたけども、連帯ですね、連帯、この連帯を皆さんと一緒にですね作り上げていきたいと思います。いろいろね大変なあれありますけども、今日もツイッター見てたら、私の友人の松木健子さんをディスってるやつがいたんで、もう本気で怒りましたね。私自分のことについて何か言われてもそんなに怒ることないんですよね。まあ思い当たる節もいっぱいあるし、反省反省、日々反省ですから。だけど友達をね悪く言われたらそれは黙っていません。偉そうに、本当に。よくなんていうかな、かつての仲間をですねそこまで言えますね、まあでもそういうのは本当に天が見てるとだけ言っておきたいと思います。いや綺麗な、今日も穏やかな、鉄道の音がした。地下鉄がどっかで走ってんですね。今鉄道の音ですよね。そうですね、追い詰められてるからそういうこと言ってんかわかんないですね。ミツバチ、いや本当にハラハラと桜吹雪ご覧になれますか。今日ぐらいはやっぱり一番なのかもわからんですね。こうやって桜の絨毯も、昨日富士山って本当に九州で育ちましたから初めて見たのは中学生の時ですもんね。全国大会バレーボールで日本一を目指して3年連続全国大会行ったんですけど、東京体育館に向かう新幹線の中で、あるいは当時はブルートレインっていうのがありましたね、はやぶさ、あと桜、そこから見た富士山、今でも覚えてます。でその後高校の3年の時に、駿台予備校に夏季研修に来て、でそのまま受験に失敗して理科を受けられずに京都大学、昨日藤井聡太先生に京都大学一回行きたいですと、京都大学理科の試験の冒頭で鼻血が出て、あれ一問でも解いてたら京都大学だったんだなと思うと、もう絶対に京都に行かせないっていう、そういう強い意志を感じましたね。1点差で結局落っこって東京に来たわけですけど、その河合塾の寮がですね、百合ヶ丘っていうところにあるんですよね、あったんですよ。臥薪寮っていう、臥薪嘗胆の臥薪、もう人生毎回臥薪嘗胆で、その臥薪寮から見る富士山はとってもよそよそしくて、仰ぎ見る富士山だけど、お前はもうなんていうかな、ダメ男なんだっていうことをね、しかも東京大学の受験の前の日に友達が持ってきてくれた広島からのその牡蠣が新幹線のなんていうかな、暖房のとこに置いてあったらしくて、もうそれでみんなもうすっごい腹壊しで、もうあこれは二浪だわと思ったんですけど、なんとかね入れてもらいました。
あの時見る富士山というのは本当になんか、君はあのためになるのかねって言ってるようなね、そういう富士山でした。でも海外から帰ってきて富士山見るとですね、なんか本当にこう嫁さんとかそういう人たちの腕の中にこう戻ってきたような、そんなあの優しい姿してるんですよね。おお、これだとご覧になれるでしょう、この桜吹雪。さすがにこれは見えるんじゃないですか。映像にも映ってますか。ああ、よかった。花びらの絨毯と花びらの舞ですね。日本人に生まれてよかったなーって、日本に生まれてよかったなーって思いますね。でもこのまま縮小していくと、それこそ日本は極東の小さな国になってしまいます。まあそれなのにね、日本の中でみんなが貧困にあおいでるのに、54兆円もよそに援助して、挙句の果てには桜を見る会で、まあ本当にいい加減なことばっかりですよね。変えないと。花びらの音じゃなくてですね、これ噴水の音なんですよね。ご覧になりますか、噴水。さすがにね、花びらの音はせんと思いますけどね。いっぱい蜂が、蜜蜂が今を盛りにと蜜を吸ってますね。そう、変えたいですね。あの、皆さんにもお願いがあります。あの、日本全国を総選挙回ろうと思いますんで、佐賀の一区の、あの、応援してくれる人を一人でいいですから、ご紹介ください。あの、前回はね、10万票超える得票で、8時当選だったんですけど、次はね、あの、佐賀にずっといられるかどうかわかりませんから、立憲民主党のもう副代表になって、大きな政党ですから新人のところをね回らなきゃいけません。安住くんなんか2005年から自分の選挙区にいないんですね。安住くんと僕の違いはどこにあるんでしょうかね。やっぱり努力の差ですね。横で見てると日々本当に努力してますもんね。負けないようにあの字に頑張りたいと思います。じゃあ上から来る花びらを、ね、皆さんが一人紹介してくだされば外に出ることができます。ありがとうございます、ね、そうやって味方が言っていただくとすごく嬉しいですね。さて、戦場に戻らなければいけません。ではごきげんよう。こうやってる間にどこにいるんだって、この間も捜索願いが出てました。立憲の候補者いない、どこですか。国民民主党、それとも共産党、社民党、他の党の人もいますもんね。あの、まあ、全部が全部を立憲でっていうのは難しいかも分かりませんけど、頑張りたいと思います。もう211ぐらいまで来ましたからね、立憲で。頑張ります。じゃあ、桜吹雪が中で、埼玉4区？そんな都会で？では、ごきげんよう。